よこせ、給食は全部俺のもんだ。ああ、僕のコッペパンが。僕の名前は桃野修也。その日の給食時間、僕は楽しみにしていたコッペパンを同級生の君吉に取られてしまった。おい、お前のもよこせ。おら、君吉は僕のだけじゃなくクラス中の給食を力ずくで奪っていく。先生、また君吉が。またか。こら、やめろと言ってるだろう。君吉、給食はみんなのものだ。お前の分はちゃんとあるだろうが。ああ、その時僕たちの担任の先生が君吉を叱ってくれたんだけど。うるせえ。自分の担任の先生でもお構いなしに君吉は先生を返り討ちにしてしまった。先生のもいただいてくぜ。くっ、き、貴様。先生。そして君吉はあろうことか教卓の上の先生の給食にまで手をつけ始めたんだ。おい、どういう状況だよこれ。騒がしいと思って見に来たら。一星くん、それにしおらちゃん。気がつくと廊下から隣のクラスの一星くんとしおらちゃんが声をかけてきた。たまたま通りかかって一部始終を見ていたようだ。ほら、お前のもよこせ。給食は全部俺のもんだ。やめろと言ってるだろうが。ご覧の通りさ、君吉がみんなの給食を取り上げちゃうんだ。給食を。君吉はある日突然他人の給食を力ずくで奪ってくるようになった。よし、今日はこれくらいでいいだろう。だけど君吉は総合格闘技を習っているって噂で小学生には似つかわしくない大きな体をしている。それに彼は小学生なのにいつもいかついブルドッグ柄のセットアップを着てるんだ。みんな君吉のことを怖がって抵抗できなくて。なんだよその話。君吉は学校におかずを収納するタッパーやケースをいくつも学校に持ち込んでいて、いつも帰りにはランドセルが給食でパンパン。僕たちはお腹を空かせて5時間目と6時間目を過ごさなきゃいけない日々が続いていた。あなた何やってるのよ。給食はみんなのものでしょ。あなたは自分の給食を食べればいいじゃない。しおらちゃん。その時僕の話を聞いたしおらちゃんが君吉に物言いしだした。あー、うるせー。しおらちゃん。だけど君吉は女の子だって関係ない。しおらちゃんは思いっきり突き飛ばされてしまったんだ。てめえ、しおらちゃんに何すんだよ。女の子だろ。いいか、この言葉をお前たちにくれてやるよ。はあ、俺様の給食は俺様のものだが、このクラスの給食は全部俺のもんだ。ジャイアンかよ。分かったらさっさと失せやがれ。調子に乗った君吉は今や誰も手のつけられないイートモンスターとなっていた。そんじゃ今日は早退します。そして君吉は先生の許可も取らず勝手に早退して帰っていった。やべえなあいつ、あんな小学生いるのかよ。先生、このままじゃみんながかわいそうです。あなた教師でしょ。なんであんなのにやられっぱなしで。俺だって一生懸命やってるんだよ。このことは児童たちの保護者からもクレームが入っており、先生もいろいろと手を尽くしているらしいけど全く改善されないのが現状らしい。この前も君吉の家に行って直接ご両親と話しに行ったんだ。親からも強く注意してもらおうと思ってな。児童たちは皆給食費をきちんと払っているんです。このまま君吉くんの横暴を許すわけにはいきません。ですから親御さんの方からも強く。うちだって払ってますよ先生。え？せえ！この世は弱肉強食の世界だ。欲しいもんは自分の力で奪い取る。うちではそうしつけてるんですよ。俺間違ってますかね先生。筋金入りだ。どうやら君吉のお父さんは怪我をして引退した元格闘家だったらしい。先生の話など全く聞く耳を持たず。分かったら出て行け。おら、いや、逆に怒られた先生は逃げるように君吉の家を後にしたようだ。だが分かってるんだ、このままではいけない。児童たちを守るために俺が何とかしなければ。なんだか頼りない先生ね。そして翌日。そしたら IQ がそのぼったくり型抜きをクリアしちまってよ。すごい。お前らの給食も俺のものな。え？今日からお前たちも俺に給食を献上しろ。君吉？君吉？人のクラスで何やってんだよ。君吉はついに自分のクラスだけじゃ飽き足らず隣クラスの給食まで奪うことにしたらしい。ほら、お前のフルーツポンチをいただいてくぜ。やめてよ、今食べてるのに。ふざけんじゃねえ。いい加減にしろよ君吉。人のもんばかり取りやがって。なんだお前、給食は俺たちの一番の楽しみなんだ。それを
許せねえ、もう許せねえぞ。すると堪忍袋の尾が切れた一星君は君吉につかみかかったんだ。俺は町内の相撲大会で優勝したこともあるんだよ。しおらちゃんの給食を返しやがれ。だけどほれうっ、そんじゃお前らの給食もいただいてくわ。一星君大丈夫かい。一星君もう怒ったわ。え、しおらちゃん。その日の放課後現れたわ。行くわよ。おう本当に大丈夫かな。しおらちゃんの提案で僕たちはみんなの給食を取り返すために君吉の後をつけることになったんだ。いい？タイミングを見計らってあなたたちが彼の注意を引くの。その間に私が背後から忍び寄るわ。腕っぷしじゃかなわないと判断したしおらちゃんは綿密な作戦を立て君吉に何かをするらしい。でも忍び寄ってどうするの？叱るべき処置を行うわ。叱るべき処置って。おい、君吉が裏山に入っていくぜ。そして君吉はなぜかまっすぐに家には向かわず学校の近くの裏山に入っていったんだ。それじゃ作戦通りお願いね。しかしこんなところであいつは何を。怪しい。きっと誰にも見られてはいけないことをしているんだと直感した。そこで予定通り二手に分かれた僕たちだったけど。あ、ランドセルを置いたぜ。君吉は森の中で突然立ち止まりおもむろにランドセルを下ろした。そうか、ここでみんなから奪った給食をたらふく食べるつもりなんだよ。いや待て、あれを見ろよシュウヤ。ほら早く元気になれよ。だけど僕たちが見たのは予想外の光景だった。そんなに焦るなって。君吉はランドセルから取り出した給食をボロボロの子犬に与えていたんだ。こりゃどういう。自分で食べてるんじゃなかったの。僕たちは最初あまりに想像からかけ離れた光景にそれを受け入れることがなかなかできなかった。あ、わあ、なんでお前らがここに。その時君吉が僕たちに気づいたけど作戦通り背後からしおらちゃんが迫っていて。あ、ちょっとしおらちゃんストップストップ。犬？どういうことよこれ。いや、それは。それから僕たちは君吉から直接事情を聞くことになったんだ。なんだよお前ら。だけど君吉がお世話をしているらしい犬は一匹だけじゃないことが判明した。ある日学校の帰りにたまたま見つけたんだ。どうやら飼い主に不当に捨てられたペットたちがここに寄り集まって暮らしていたらしくてな。見たところ全員子犬でどこに食べ物も見つけられねえみてえでこのままじゃやべえと思ったんだ。それで子犬たちのために給食を持ってきてたってこと。保健所に連れて行きなさいよ。保健所に行けば処分されちまうかもしれねえだろ。ダメ元で家に持ち帰ってみたこともあるんだがうちは親父が少し変わっているからよ。そんな一人で生きられねえ弱い生物に価値はねえ。ほっとけ。そう言われちまったのさ。だが俺はどうもそう思えなくてよ。しかし学校じゃ俺は怖がられているし誰にも相談できなくてさ。それでどうしようもなくなった君吉は学校の給食をみんなから奪って子犬たちに与えることにしたらしい。だけどそれじゃああなたが悪者になっちゃったじゃない。だってクラスメイトたちから力ずくで給食を奪うなんて。それでも構わねえよ別に。そう、君吉は自分が悪者になるのを承知で子犬たちのために給食を集めていたんだ。それを聞いて僕は先に言ってよシュウヤ。蓋を開けてみれば君吉はただの不良男子なんかじゃなかったんだ。ただの犬好きの男の子だったのさ。そんなわけで僕たちはよろしくお願いします。お願いします。駅前で子犬を保護できる里親を探す活動を始めることにしたんだ。本当にいいのかよ手伝ってもらっちゃって。いいんだよ、いつまでも君だけで面倒見られないだろ。とっても可愛いですよ。犬は全部で13匹いい里親に引き取ってもらえるように僕たちは通行人に積極的に声かけをした。何をやってるんだお前ら。先生。そこへ僕たちの担任の先生が現れたんだ。いや、そんなことなら早く言えよ。ごめん。どうやら先生は趣味のサバゲーの装備を持ち出してフル装備で君吉のお父さんに会いに行くつもりだったらしい。これだけのフル装備なら親父さんにも舐められないと思ってな。どういう教師だよ。事情を知った先生も活動を手伝ってくれることになったんだ。そして数日経ったある日。残りはお前だけだ。残された子犬はあと1匹になっていた。いい家見つけてやるからな。早く見つかればいいけど。どこ行ってるかと思ったらんなことやってんのかよおめえ。だけどその時父ちゃん。君吉のお父さんが現れたんだ。
トレーナーから聞いたぜ。お前最近ジムをサボってるそうじゃねえか。そんな汚ねえ犬の世話なんぞやめろと言ったよな。いや、これは。お前は俺の夢を継ぐんだよ。こんなところで油売ってる場合じゃねえ。そして君吉のお父さんはすごい剣幕で怒り出したんだ。ほら帰るぜ。こんなバカみたいな活動今すぐやめろ。ちょっと待っ。だけどその時、おい、今すぐに君吉を離せ。ああ、なんだよてめえはよ。先生が君吉のお父さんを止めた。それになんでか先生はいつもと雰囲気が違っていて、少しやり方を間違えたかな。この子は子犬を助けるために自分で努力をしたんだ。その優しさを認めもせずに褒めてやらない親がどこにいる。勝負の世界じゃ優しさなんて必要ねえんだよ。この貧弱教師がめんどくせえ。二度と俺に意見できねえようにしてやるよ。父さん。すると君吉のお父さんは先生に殴りかかった。にゅらー。先生危ない。次の瞬間、先生は君吉のお父さんを背負い投げしてしまった。覚えておけ君吉、力を使わないって強さもあるんだ。先生すごい、めちゃくちゃ強いじゃない。実は先生は黒帯を持つ柔道の有段者だったらしい。親のエゴを押し付けんのもいいが、まずは子供の話を聞くんだな。すみませんでした。結局最後の犬は君吉の家で飼うことになったようだ。それから僕を含めて事情を知ったクラスメイトたちは君吉のことを許すことにした。その服もワンちゃんが好きだから着てたんだ。ああまあな。君吉もおとなしくなって今はみんなとうまくやってる。だけど今回の件で引っかかることが一つだけあるんだ。てかシオラちゃんのあの注射器って何が入ってたんだ。なんでもないのよ。シオラちゃんが何をしようとしたかは聞かないことにしておく。